はい、こんにちは、皆様。えー、明日はですね、UFC、えー、があります。えーまあ、一度日本でベラトールの大会で来てるマイケル・チャンドラー対、えーまあブラジルのすごい寝技の強いチャールズ・オリベイラが、えー、ヌルマゴがね、カビブヌルマゴメドフが返上した ライト級のベルトをかけて、えー、戦います、はい、今日はその予想試合予想動画を撮っていきたいなと思うんですけども、えーまあ、まずチャンドラーは、まあ、日本でも戦ってて、まあ、その時は KO 勝ちしてる選手ですねもともとレスリングをベースにしててで今はもう打撃で戦ってる感じでめちゃくちゃ打撃が強くて でまあ、筋肉もりもりで身体能力ももう凄まじい選手で、えー、で前回は、えー、ダウンフッカーかなと戦って、えーまあ、ボディ右のボディボディを連続して打って下にお腹に意識活生かしたとこで最後左フックで KO 勝ちしてねかなり衝撃的な えー、ノックアウトでした今ずっとベラトールで戦ってたんですけど満を持して UFC に移籍した感じですねはい、えー、対するあ、まあ、2戦目でチャンドラーはチャンピオンシップをやるのでかなり期待されてるなというのが見受けられますチャールズ・オリベイラはですね、えー、ブラジル人の選手で、うんえーとまあ、すごい昔からものすごい寝技強かったんですけど まあ、なかなかこうチャンスが巡ってこないというかっていう感じだったんですけどえー、っと、まあ、とにかく寝技がめちゃくちゃ強いとで打撃もすごいできますブラジル人なんでもうガンガンあのー、打撃でもいきますしあと前回かなえー、っとあいつ名前なんだっけアルカクーイなんだっけ名前えっとトニー・ファーガソンですね 戦って、もうトニー・ファーガソンを一方的に寝技でボッコボコにして、もう十字も決めてたんですけど、ファーガソン根性でしのぐっていう展開で、もうめちゃくちゃ強いですね、チャールズ・オリベイラーいやー、すごく面白い戦いになると思います。えー、打撃対寝技っていう,こう捉え方になると思うんですけど、えーまあ、僕的にチャンドラめちゃめちゃレスリング強くて身体能力半端じゃないんで。 チャンドラを下にすることは難しいと思います。おそらく。まあ、どうなのかわかんないですけど。で、オリベイラーは、まあどっちかっていうと柔術系の選手なんで、レスラーというより、まあ、組んで足をかけたりして、倒す感じですよね。まあもちろんめちゃくちゃ強いですけど、テイクダウンの攻防2、3回やって取れなくて打撃戦になるんじゃないかなと、私は思っております。で、打撃戦になった時ですね。攻撃力。 チャンドラマジで半端じゃないんですけど、えー、正直、チャンドラは打たれ弱いですね、えー。エディ・アルバレスと2回やった時もダウンしてますし、あと、パトリシオ・ピット・ブルですね、と戦った時も、右フック一発でかすって、後頭部にかすっただけでね、まあもうひっくり返っちゃうぐらい打たれ強くはないですね。で対するオリベイラは攻撃力半端じゃないってわけではないんですけど、蹴りも使えて、 回転系の蹴りなども使えてしかもリーチが長いそして何よりオリベラ打たれ強いですねはい、えー、ブラジル人特有のこう打たれ強さというか喧嘩の強さというのがあるので、えー、そしてもう一つ、えー、チャンドラブラジル人に弱いような印象が勝手に僕はあるので、えー、この試合はですねチャールズオリベーラ 3ラウンド、右アッパー、KO 勝ちと予想したいと思います。はいえーまあ、当たるかどうかはわかりませんが、ぜひ私のこの予想動画を参考にしていただければ嬉しいなと思います。では皆様、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。